これはダメだろ放送禁止になりましたねこれTikTok とかにあげたら結構バズるんじゃないかなどうもこんにちは、ケビンです。どうもかげです。ヤマです。アメリカで炎上したテレビ CM をぶった切る。テレビ CM で結構アメリカで最近こう炎上してる CM とかが何個かあるんですよね。はい。それを見まして、ぶった切っていこうじゃないかと。ぶった切っていくんだ。そういうことでございます。シンプルです、はい、非常に、はいはい。日本でもさ、SNS とかさ、企業とかクリエイターとかが炎上するみたいな話、結構聞くじゃないですか。うん、毎月のようになんか誰か炎上してますよね。サハンジですよね。ですよね、はい。それ以上にね、アメリカもね、炎上文化ではあるんですよ。あアメリカって炎上文化炎上文化なのよ。キャンセルカルチャーとか聞いたことあるでしょ、はいはい、もうこのブランドは使えません、みたいなね、はい、そういうねムーブメントがねちょっとのことですぐ起こったりするんだよね。なるほどなるほど。まあ、今回は、テレビ CM、ということでにフォーカスしました。ネット上で問題になったというか炎上した CM でございます。まあ、その炎上している理由とかがねアメリカならではの理由だったりとか、そうだね、日本では炎上しないかもなみたいな、まあ、面白い一面が見えてくると思うので、見ていけたらなと思います。1個目の CM は、2014年に出た CM でございます。ビートというね、日本でもありますよね、このトモクリーム、ね、まあ、それの CM でございます。Don't risk dudeness. Good morning. Good morning. No, 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 no. 你已经付钱了，我需要帮你做整只脚。No. No. I shaved yesterday. 好恐怖，真的是太可怕了。Don't risk dudeness.Yeah, I know. I'm a little prickly. I shaved yesterday. Don't risk dudeness. Beat wax strips. Feel womanly around the clock.はい、以上でございます。はい、これは炎上しそうだな一日その除毛とかシェイブしてないだけで、もうめちゃくちゃ大量に毛が生えて、なんか男になっちゃったみたいなね、内容の CM なんですね。これの炎上したポイントっていうのは、女性はまず毛を剃らなきゃいけないんだっていう、このステレオタイプを押し付けてると。確かに、でそこから問題だったんだよね。確かに確かに。そう、まあ、除毛の製品の会社としては難しいよねそうなんでね、ボディシェーミングっていう、そのやっちゃいけないことがアメリカではあって、ダメだよねその体型っていうふうに決めつけるのは、そのモラル的に良くないよねっていうふうに、ボディシェーミングっていう言い方があって、それをやっちゃってますやんっていうね。確かにね、そうだね、この CM はないと思うけど日本でもね微妙なラインのやつは結構見るかも。そうだとは思わない、あ、やばい剃ってない私みたいな描写とかはまずあるよ。あるよ、全然普通にある。これは女性だけじゃないけど、男性のなんかヒゲが青くてモテないみたいな漫画調のあるねとか、あるYouTube とかで見るやつね。そうそう、確かに、まあ、あれとかってそれで言ったらボディシェーミングそうだね、と同じだね、にね、ね、なるよね、ちょっともしかしたら日本って弱いかもね、その感覚。そうだね。この CM は実は、まあ、笑えていい CM じゃない、っていう意見も割と多かったんだよね。なるほど。その反対と同時にエンタメでしょっていう、ね、そうそうそう、そういうつもりだったんだろうね。ちょっとギャグというかジョーク、いやー、そうだね、これは難しいよねちょっと気持ちは分かってしまう、作る側の。だって実際買う人は女性が多いだろうって思うもん、事実として、その会社のデータとしてさ。そうだね。だから別にその女性だけを毛が生えない方がいいって言いたいわけじゃなくて、女性に買ってほしいからそうしたんだろうって思うというか。そう、そういうことだよね、本当に。それは難しいよ、難しいよ。それをこの30秒間で争わなきゃいけないんだから。そうだよね。かといってね、毛はあってもなくてももちろんいいんですけど、もうなんかね、その訴求してるのかしてないのかわかんないね。それは難しいよね、確かに。次はですね、ペプシが出した
CM でございます。これはね、うん、ここ最近で一番問題になった、うん、合わせてのものでございます。スーパーボールの時に流れた CM なんですね。はいはいはい、アメフトの、そう、アメフトのアメリカで一番この盛り上がる、うん、スポーツイベントなんですよ、うんうん、テレビ視聴率がえぐいからね、うん、そう、みんな見たかこれは。みんな見た、みんなそう、みんな見たし、うん、その世界で一番高額な広告スポットと言われてるんだよ、うん、スーパーボールっていうのは、うん、巨額な予算をかけて一つの CM を作り上げる、うん、めちゃめちゃこの傑作な、うんうん、なるほど、その本気の作品でもあるわけ、本気中の本気中の本気の作品だね。なるほど、 CM として、なるほどなるほど、うん、結構すごくいい CM とかも多いけどね、うん、そのスーパーボール CM とかさ、なんでかわからないけど、うん、毎年スーパーボールで炎上する企業がいるのよ、うん、まあやっぱいろんな人が見てるからね、うん、そうそうそう、そっか、うん、ってことで、まあ、2017年に流れたペプシの CM を見てみましょう。はい、どう思いましたか、うん、ここかなって思ったのは、うん、モデルみたいな感じだった、うん、なんか金髪の女の人がなんかそれを脱いだ、カツラみたいなね、で取ってなんかこう、うん、メイクを落として黒髪に、うんうん、その意味がよく分からなかったんだけど、そこのそうだね、ごめんなさい、ちょっとなんだか、はい、はい、2人炎上します。あ、炎上する、2人ともこれは炎上します。これが問題だったのは、うん、2017年ね、ちょうどブラックライブスマターがホットな時だったですね。はいはいはい、ブラックライブスマターを代表するような一枚の写真があるの、ご存知ですか。こちらの写真でございます。この、まあ、この黒人の女性が警備員に向かってどかずに立つっていう、その一枚の写真が、うん、すごいこのブラックライブスマターを表してる一枚の写真だということで、すごくこう有名になった写真がこれなの。この対比ですよ、ケンドル・ジェナーっていうこの女優の方なんだけど、警備員に対してペプシをこう堂々と持ってってったシーンがあったよね。 あったね。明らかにこれって、うん、ブラックライブスマターを引用してるよねってまず結びついたのよ。はい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 、でそこから、うん、ブラックライブスマターっていう黒人の方の苦しみを表した、うん、そのムーブメントを使って金儲けをしようとしていると、うん、なるほど、そこで CM を作ってるっていうのはどういうこっちゃねと、なるほど、いうところとか、ブラックライブズマターをこのペプシの缶一本で解決する問題だと思うなよ、うん、まあ、そういうところから炎上したっていう感じですね。なるほど、はい、これは難しいね。でも確かにこれまさにこのタイミングで、うん、その2017年に周りでそういうことが起きてて、しかもこれがそのタイミングでその流れたら、うん、やっぱリアルに感じてる人たちはさ、おいおいおいってなるのはめちゃめちゃ想像できるな。確かに、まあ、確かにね、まあ、この問題ね、すごく大きな問題になって、うん、でペプシ側もコメントを出さざるを得なくなって、うん、まあ、なんて言ったかというと、うん、This is a global ad that reflects people from different walks of life coming together in a spirit of harmony、うん、and we think that's an important message to convey、うん、っていうふうに言ってて、うん、まあ、そのいろんな経験をした世界中の人たち、うん、いろんなバックグラウンドを持った人たちが一つになってハーモニーを作り出す、その大切さをこう広げたかった、うん、ですよっていうふうに言ってますね、うん、でも知識が足りてないから、うん、よくわかんないって思った、やっぱり、うん、はい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 、そうだね、うんうん、いる環境が違うから、うん、ちょっとこうセンサーがあまり働かなかったりするよね、そういうところでは、そういうのはあるだろうね。いや、こういうのは難しいよね、うん、はい、というシーンもね、見る前にね知識をシェアできたらと思いまして、はい、バッドライトの CM ですが、何個か慣用句を、はい、Cut the cheese、 おならをするっていうことですね、うん、なるほど。 Pinch a loaf、 Pinch はこのつまむ、うん、Loaf はパンのことだね。慣用句でうんちをする、代弁をすることなんですよ。あ、そうなんだ、はい、あと Pull your finger、
まあ、指をこう引っ張るってことなんだけど、うん、なんかアメリカのなんかジョークっていうか遊びで、うん、お前の指引っ張るぞって言って、うん、引っ張られた人がタイミングを計って同時におならをするっていうちょっと遊びがあるスイッチみたいになってそうブッみたいなそういうのも子供の遊びで、うん、それがありますよアホだねそうそれを踏まえてちょっと今度シーンを見ていただきます、はい、なるほどなるほど Hey Dave, the day's over Time for Bud Light I can't I have to cut the cheese I thought you cut the cheese already It wasn't me I heard you cut the cheese this morning I like to cut the cheese in spurts throughout the day You should cut the cheese first thing in the morning like me Otherwise it starts backing up I couldn't My girlfriend was here this morning and you know how that goes I cut the cheese in front of my girl onceI never heard the end of it. You ever see a woman cut the cheese? Nah, they don't do it right. They're too delicate. My grandmother cut the cheese all the time. Especially as she got older. Hey guys, I'm gonna be in the back. I'm gonna pinch a loaf. Want me to pull your finger? Will you pulling my finger help me cut the cheese? Oh yeah. If I pull your finger, you'll be cutting the cheese within seconds.Oh, yeah. 分かりましたか、ね、要はそのアンジャッシュってことねそう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 勘違いコントってことだよねめちゃめちゃ下品なバージョンだね音声だけ聞いてたら何をやってんだこいつらだけど映像を見たらマジなチーズを切ろうとしてるんだねっていうね、うん、まあそれがちょっとまあ普通に子供の前では下品だよみたいなそのところで問題になりましたねこちらなるほど面白いけどね、正直ただ下品だね、本当にそうだねもうちょっと下品じゃないやつでやればよかったのね放送禁止になりましたね、これそうなんだ、はい、TikTok とかに上げたら結構バズるんじゃないかなそれくらいがいいかもしれない、ね、そうだねしかもだってこれドリンクの CM だってそうだねもう最悪だよねビールの CM ですからねいや。朝日とかさ、うん、そういうところがさ、うん、この CM やってたらビビるよね。そうなんだね。本気かと。大手なわけじゃん、だってここって。そうだよね。だってもう、おっしゃ、バドライト飲もうとはならないよな。ならないよな。次の CM はですね、2015年のものでして、これもスーパーボールで放送された CM でございます。スーパーボールめ。スーパーボールめ。保険会社の CM でございます。うんTo ride a bike or get coonies. I'll never learn to fly or travel the world with my best friend, and I won't ever get married. I couldn't grow up because I died from an accident.At Nationwide.We believe in protecting what matters most, your kids. Together, we can make safe happen. こんな感じでございます。これはなんで炎上したかわかりますか？子供の死みたいなのをすごいフォーカスしてること自体が嫌とか、なるほどね。わかんないけど、そうらへんかなと思ったけど、どう？いい線いきました。いい線いってる。はい。いや、俺が思ったのはこれ保険会社の CM だからさ。うん。なんかそこちょっとツイストしてる感じが確かにね、はい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 、確かに確かにそうねぐらいかなでも言いたいことはわかるけどねすごく、ね、まあね、はい、山ちゃん炎上しましたあ俺炎上した炎上したギリ防げたあギリ防げた何がこれはダメだったのスーパーボールで流す CM ですよね、うんはい、アメリカ中誰もが見る CM ですよねそのファミリータイムゴールデンタイムに子供の死をテーマにした CM を流すんじゃねえとなあいうところでございます、ね、あまあ、あもうめちゃくちゃ暗い気持ちになったわ。はい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 。自分の子供がいてこれ見てて想像しちゃうみたいな。そう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 。次1点取れるかみたいな。もう楽しみにしてたのに、うん、なんかそれがどうでもよくなっちゃったわみたいな。それぐらい悲しい気持ちになっちゃったわみたいなね。なるほど、ね。っていう、まあ、クレーム。で内容そのものがおかしいとかっていうことよりは TPO というかそれがちょっとって話なんだねこのタイミングでっていうことなんだね、はい、本来このシーンで伝えたかった意味っていうのは、うん、子どもの死因っていうのは気をつければ防げるものだったんだから気をつけましょうよみんな、うん、っていうね、うん、内容を歌うもので、うん、我々の商品を売るためじゃなくて、うん、その命を大切にしようとか、うん、そういうその会話を始めるためのものだったんですよっていうふうにネーションワイドっていうねやっぱ会社だけどそこは説明してだけどその謝りはしなかったっていう
スタンスでございます、うん、まあなるほどね、いやいや貫き通したんだね、うん、一応そのね、うん、大切なその今一緒に見てる子供を守っていこうだったら、うん、そうだなってなった、うん、そうだね、いやでもこれ難しい結果としてインパクトを与えてると思うし、ものすごいさメッセージは届いてるわけだから、うん、そう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 、話題になったしねすごくね、うん、難しいですね、企業側もねこんな計算できなかったっていう ね、このさじ加減もねそうかも。続きまして、はい、2017年のダブの CM ですね、うんうん、Facebook 広告だったらしいですね、その CM が非常に問題だということだったので、はい、ちょっと見ていきましょう。以上です。まあ非常に短い、まあ、Facebook 広告なんで、うん、なんか感じ取りました？黒人の人がこう白人の人になるっていう、そうですね、それがこういいみたいな感じな、そう、そこですよ。これって、うん、ボディーソープの CM なんだよね。あ、だからこのボディーソープを使うことによって肌が生まれ変わって白人になりましたみたいなように見えちゃったんだよこれが。なるほどなるほど。どうしても実際にはそういう意味じゃないってことなんだよね。そう、実際そういう意味じゃないですこれが。ドアブって、うん、世界中の人たちと一緒にスキンケアをしようねみたいなすごいメッセージを出してる会社なの、はいはい、だからすごい意識的にこのいろんな人種の方を入れたっていうのがすごい CM なんだけ ど、それがちょっと逆に裏面出ちゃって、この服を脱ぐ綺麗になることでなんか白人になりましたっていう風にね見えちゃって、それがね非常に炎上したんですね。じゃ本来は別にこの私も使ってます、私も使ってます、私も使ってますみたいな、うん、そういうそうそうそういうことよ話だった、ね、そう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 。でその切り替えを服を脱ぐことで切り替わる、そトランジションをおしゃれにした結果そうなったそうそうなのよ。そうだね、でもこれは配慮できたかもとは思うわ。最終的にもう一回見て、うん、ちょっと違和感を感じられたかもねっていう ね。似たような問題で、うん、ダブ炎上してて、その時に炎上になった、うん、それがこちらの写真です。あー、これはダメだね。ビフォー&アフターの写真があって、その手前に人種の違う3人がいるけど、うん、全く関係ないんだよね。3人は全員アフター。なるほど、ね、そうなの、アフターなのね。これはただのこのスキンの拡大図なわけだ、ね、そうそうそう、それだけなんだけど、うん、人と写真の配置的にビフォーが黒人、アフターが白人みたいな感じで見えちゃってるのよ。そう見えるよ、これ、うん、バカ野郎だね、これはねこれはバカ野郎よ、これはバカ野郎分かりづらいもんだって普通に、本当のメッセージがね。そう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 。別にこれがその人種問題とかじゃなかったとしても、うん、普通に分かりづらい。マジそうですね。こういう問題ってさ、日本って起きづらいじゃん。うん、いやそうだと思うよ。ね。例えば日本の CM でさ、なんで他のアジア系の人が出てこないんだとかさ、うん、なんで他の人種が出てこないんだみたいな記憶にはまず全くないよね、まあ、そんな問題になったことは、ね、そう考えるとやっぱ日本っていう環境は特殊、ある意味そうだね。どっちが珍しいのかちょっと分かんないけど、実際にはさ日本人で肌の色が違うと か、うん、かルーツが違う人っていっぱいいると思うけど、うん、でもなんか日本に住んでるその人たちはこれが日本人で自分は珍しいって刷り込まれちゃってるというか、なっちゃってるから声を上げないだけで肌身が狭い思いはしてるとは思うわ、うん、確かにね、うんうん、まあ日本でも潜在的にこの差別が起きてる感じはすごくする、うんうん、日本人は気をつけないといけない。そうだね、やっぱり気づきづらい構造になってるよね、うん、でもあれはわかるぞいやさすがにわかるこれはフォアフターね、うん、続きまして、はい、2008年スーパーボールの CM でございます、うんうん、スーパーボール ね。スーパーボールですよ。今まで見たのはこれを経ての CM だからね、もっとひどいかもしれない、ね、古い方が。確かにねTing, we have no customers, no sales. We're going out of business. Ling Ling, I am not going back to the zoo. Then we need a sales miracle. Panda Psychic, help! We need customers. Tell Ling Ling to get 100 free sales leads at salesgenie.com. And stop eating the bamboo furniture. Wow, look at all these sales leads. Thank you, Sales Genie. Hey kids, you want to go see the grizzly bears at the zoo? For 100 free sales leads, go to salesgenie.com.そんな感じでございます。なるほど、中国ってことそうだね、そうだね、いじってるみたいな感じ。どういうことかというと、うん、この会社は何をする会社かというと、なんかセールスリード会社って書いてあったけど、まあ、そこにコンタクトするとそこにこう流動を増やしますよみたいな、そういう会社なんだけど、ストーリーラインとしてはビジネスがうまくいってない夫婦、うん、家族がいて、そのサイトに連絡したらめちゃくちゃ人が来たと
ホームページとかのビューが増えるとか、なんかそういうことをする会社ってことなの。そうそう、そういうことよ。それだけなので伝えたいのは、うん、だけどそこでパンダ、うん、チャイニーズアクセント、うん、みたいな、そうだね、ところがね、うん、非常に失礼だと、うん、ステレオタイプだと、いうふうに批判だったんでね、うん、アクセントも全然っぽくないのよ、うん、頑張って真似ましたみたいな感じなのよ。それも失礼だし、うまくいってないでしょこういう人たちはみたいな、うん、そういう印象付けるのも非常に良くないし、確かにそのうまくいった後もなんていうかさ、成金みたいなさ、うん、感じの描き方っていうか、うん、それがなんか、うん、バカにしてるっぽいよね。そうね、この CM を作った人のコメントだよね、うん、この CM で誰かが気づくとは思っていませんでした、うん、そういう時に起きるんだよな、だからこれってそれがダメなんだ。そうなんです、それが原因なんだよ。パンダというものは中国のものであってドイツのものではないでしょは。でもし、うん、その事実で気づいた方がいれば私は謝りますっていうふうに言っております。パンダなんだから、うん、なるほど、そうそう、悪くねえよって、そうそう、悪くねえよって、その主張よ。おめえみてえなやつが作る CM だから炎上してんだよって感じはするね。こいつはまたやるぞ。こいつはやる。これはすごいね、うん、作る人のコメントでしかないだ。納得のコメント。ダメだこれやって感じだ。いや、そうだよね。ということで、はい、たくさんの炎上した CM を見てきました。なるほど、はい、これでちょっとね、はい、アメリカの炎上文化みたいなところ、うん、分かったんじゃないでしょうか。そうだね、よりそうだね、うん、本当にアホな CM はもういいけど、うん、だそれこそ僕らの理解が足りてなかったような ね、 そうだね、はいはいはい、CM とかもあったし、うん、で気づけなかったところとかもね、うん、あるんだよね、うんうん、やっぱ人種系とか、うん、なんかそのステレオタイプとかね、うん、男女差別とか、うんうん、その辺はやっぱりなんか日本でも炎上してなかったとしても起きてるとは思うな。そうだね、我々も発信する側ですから ね、 そうだね、気をつけていきたいですね、うん、こういうところにはね、本当に、うん、男3人でやってて大丈夫かな。やばいよ。もうこの会話めっちゃ気使う。次何発言しようかめっちゃ怖いもん俺。本当そうなっていっていきかねないよね、本当にもう、うん、ありとあらゆることを考えてたらね、うんうんうん、隣り合わせではあるよね、常にね。そうだね、そうだね、その場その場で判断していくしかないそうことなんだろうな、うん、まあ炎上したもの以外にもいっぱいありますから。そうですよ、いいものもね、そう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 、ぜひコンピレーション動画とか、うん、ぜひ見てみてくださいね、はい、面白いから、うん、見てみます。はい。ということで、はい、この動画を見てアメリカの炎上した CM すごいなと思った方ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃねー。やっぱ企業間のディスとか、うん、そういうのでは炎上しないんだね全然。あ、それね全くなかったね。コカ・コーラがペプシをディスったみたいなので、うんうん、炎上全くないね。それはいいんだ。全くなかった。そうか、やっぱ企業同士の喧嘩は全然いいんだね。日本だとそういうのはないもんね。ね、絶対問題になるよな、うん。